栄のど真ん中でトマトを収穫です。強い日差しのもと真っ赤に実ったトマト、名古屋三越栄店の屋上に植えられたトマトを招待された幼稚園児が収穫しました。ヒートアイランド現象の緩和なども期待して名古屋三越がカゴメなどと協力して企画した取り組みで、今後は屋上での蜂蜜作りも計画しているということです。